はい、皆さんステラジは山陽でございます。ということでね、ステラジね、スターステルプレゼントステラジね、YouTube 第4回のね放送ってことでね、撮ってこうってことなんですけどね、すいませんね、なんかちょっとボソボソ声になってるし、多分声が聞き取りづらい、まあいつものことだってね、上の放送でね聞き取りやすかったりとかね、良かったことなんでね、あったのかって言われたら、まあそれはそうなんですけどね、すいません、ちょっとね諸事情ありましてね、今朝の4時なんですよね、ちょっとね早朝に撮っております。だもんでね、あまり大きな声が出せないというのとね、花粉ですね、もうね皆さん飛んできてますね、まあ三重県の方はもうだいぶ飛んできましてね、おかげでですね、もう喉がだから鼻もぐずぐずでね、薬の方は飲んでます、薬飲んでるんですけどね、まあ薬飲んで抑えてなんとか、ぐじぐじしながらなんとか喋れるかなっていうレベルでございますんでね、まあこの際とかもね、後々ねじっくりかちょっと語っていこうと思いますけどね、まあ、何はともあれでございますよ、実はですね、当チャンネルの方が、このスター山にスターステルチャンネルね、スターステルチャンネルがね、なんとね登録者数が100人突破ということで、ね、ありがとうございます、パチパチということでね、いや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 、ということでとりあえず今日はね、その100人、達成記念ということでね、特別企画みたいな感じでやっていこうと思います。というかね、簡単に言うと、まあ、3月以降のねちょっと、チャンネル更新の予定とかをね、つつらつらとね発表とかもねしていきたいなと思います。まあこのステラジに関してもね、週1放送でね目処立ててやりますよと言いながら、すいませんちょっとね本当にちょっとドタバタドタバタね、貧乏暇なしな状態にございましてですね、いや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 、なんかね本当にね、なんて言ったらいいんだろう、仕事はね減ってるのにね、やることは増えるっていうね感じになってますね、ちょっとねいろいろと、私生活ともどもね、まあドタバタしてますんでね、そのあたりもねまあじっくりとねちょっとね語っていこうと思いますんでね、本当はね雑談動画でね一個ずつポチポチあげようかなと思ったんですけど、まあ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 ね、それやっとったらねちょっとキリがねえぞってことなんでね、まあそういうのもねラジオの方でねまとめてずらずらとねやっていこうと思います。で、あとサブチャンネルの方のね、更新に関してもねちょっとここの方でもね触れとこうかなと思いますんでね、そのあたりもね、どんどんやっていこうと思いますよ。ということでね、ステラジーのね第4回放送、よしければまたお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということでね、早速ねやっていこうと思いますけどね、どうなんでしょうね、実はね今ねジングルを作ろうってね頑張ってるんですけどね、ちょっとねこの放送は間に合わないかもしれない、まあ100人超える時にノーのコーナーとかね考えてたんですけど、ね、いやー思ったよりねすっとね100人になりましたんでね、あれと思ってね、そうそうそういうのもありましたんですけどね、まあねどうしようかなということでございますよね。まずね更新の方なんですけど、とりあえず今ねずなんやかんや年末年始ね毎日更新しますよって言いながら、そこからずっとね、更新の方を入れておったわけでございますけど、まあ結局2月中もね毎日更新ね、しましたんですよね。っていうのはまあちょっと予定がくすったというかね、今ずっと近鉄のターミナルね2019年の年末に、撮った、やつなんですけど、ですからコロナになる前ですよねに撮ったやつで、あれをねまあちょっとね再放送みたいな感じでリマスタリングしてね、水曜どうでしょうというところクラシックみたいな感じのね、全部ね作り直して、やったわけでございますよ。あ、クラシックじゃねえや、あれね DVD 版みたいな感じでね、でねそしたらねすごいですよね、あれ本編はね確かね4回5回10最初もともと10回くらいの作品だったんですよね、近鉄ターミナルって。それをねまあ各駅ごとにこう分割したりとかしてね、まあ、ちょっと重箱の隅をつつくようなね形でね、ずーっとね作ってましたらですね、あれよあれよという間にね全部でねサムとか含めると40回超えるっていうねすごい回数になってしまったんでね、これをちょっと毎日更新しやんとね、本当はあれね1週間か2週間ぐらいあれでつなぐつもりがですね、もうまるっと1ヶ月以上1ヶ月半ですね毎日更新しても使うぞってことなんで、これちょっと紹介していかないと全然新企画も
作りやすくなってくるんでね、あ、これはちょっとまずったなってことでね、ちょっと頑張って作ってましたってことでね、あれはね3月のね第1週の終わりに、一応最終回を迎える予定にして作ってあります。一応もう作り終わってるんでそれで上がると思います。でね、今後の予定ねちょっとねまとめとこうと思いますけどね、3月以降ね、とりあえずねチャンネルとしては毎日更新はやっていこうと思います。ただ編集してるね、いう感じのやつ、あれね言うて最近ちょっと BGM をつけたりとかちょっと効果をつけたりとかね、あれね意外とねつけるつけないでですね編集時間がね結構大きくある、まあ慣れてないっていうのもあると思うんですけどね、今までだいたいね5分の動画を作るのに、30分かな、で10分の動画を作るのに1時間、まあまあこんな感じ5分あたり30分っていうのがね、目安で作ってたんですけど、ね、あれ入れるだけでね5分あたり1時間かかるんですよ。10分動画作るのにだいたい2時間かかる計算になってきてるんですよね。まあちょっとねなもんでね、まあ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 、そうするとね時間が取られると。でね年末年始にね取りだめというか取ることができなかったり、その分編集ダメができたんで、それ分でね逃げ切ってきてた部分があるんですけど、いよいよちょっと逃げ切れやんくなってきたと。だいたいねこれぐらいの編集をやろうと思うとね週2ぐらいしか作れねえなと、いうことなんですよね。でもうただですねこれねやっぱりね毎日こっち更新で、ね、ちょっと別の YouTuber さんの方から聞いたんですけど、毎日更新をするっていうとのがその AI 判定でね YouTube のどうもいいらしくて、そうすると比較的はその上がってきやすくなる、投稿頻度が高いと皆さんのその表示のところにですね出やすくなるっていうねところがあって、っていうのもねやはりねそれちょっとしとかないとね、うちのねチャンネルの場合ねちょっと100人じゃないですか、まあ100人いったのは本当にありがたいですけど、まあ言うてでもやはり100人だと多い方ではないわけですよね。全体的に何百万人ね、100万人突破とかねいうチャンネルとかもねゴロゴロあるという中ででございますから、そうするとねなんとねこれね特定のキーワードを入れてもらってもね、なんとね Google とか YouTube の検索結果にね反映されないっていうね問題を抱えておりましてですね、ですから例えばまあね少しでも検索された時にうちの動画が来るようにって結構ピーキーな動画も上げてるわけですよね。重箱の隅をつついた傘縫いとかね、あるわけですよね。傘縫い駅ね近鉄の駅なんですけど、近鉄の駅で、ね、その大阪上本町とかね、ああいうとこだったら分かりますけど、笠縫駅やってるところなんてうちしかねえだろうと思ってね、笠縫いで入れるとですね、全然その近鉄の笠縫いとかもう何も出てこないですよね。で、笠縫いっぽいなんか動画とかが出てきて、笠縫いっていうキーワードをね、直接使ってるうちの動画が上がってこない。要はそれぐらい直接的な、キーワードを入力しても、あまりにも、再生数とかが低いとキーワード範囲がされないんですよね。逆にねある程度再生が入ればそれがどうも入るということで、ですから静岡の動画がねうちの場合は伸びてるんですよね。新静岡から静岡までまあちょっとの間ですけどね、駅間散歩やったやつ、駅間散歩が今一番伸びてる動画になっとって、あれは何でかっていうと、あそこら辺の再生数入ってたりするといわゆる検索とかしたとき、静岡とかって入れたときに、まあまあな位置に、動画がやってくるもんで、ああ、なんだろう、この動画って言ってね、クリックしていただくことが多いみたいです。同じようにね、YouTube の方はね、だいぶね、もうだいぶ、実は引っかかるようになってるみたいで、で、特にね、郵便商品ね、結構細かいところまでやったやつでね、特に書き留めとか、ああいうところになってくると、まあ、まあまあな、上位の方に、うちの動画が来るようになってるみたいで、それでね定期的にコツコツ、クリックをいただいております。実はそれが全体的に再生数を仕上げてもらってるんですよね。でいうのもあるね、まあ、他にねもうこういうようなねコンテンツをちょっと作っていきたいなっていうのがありますんでね、で、いうのはあるんですが、
で、ね、何の話しとった、結局週の予定何も話してないよねってことで、すいません、予定としては、更新頻度を上げたい、っていうのはあるので毎日更新をやります。ただ、何と言うのちゃんとした動画もちゃんとした動画って言ってるやつもちゃんとしてないんですけど、うん、あのいわゆる、ちゃんと撮影してね動画でねあの撮ってるようなやつ、いやスターステールの、ブランド名で、させてもらってるね、あの星さんマークのやつ、あの手のやつは多分週に更新になると思います、予定ではね、うん、で予定では、週末ね、土日と、あの手の動画を入れて、で、水曜日に捨てラジ、このね捨てラジを毎週水曜日に、入れていこうと思います。多分これのアップロードはちょっとすいません、木曜日、今ね木曜日の朝やから金曜か土曜日の昼間ぐらいになると思うんですけど、予定ではね水曜日の夜にこれから、投稿していこうかなという予定になっております。でじゃあ残りどうするのかって言ったら、残りのところをね、まあお手軽に撮れるやつね、いわゆる部屋撮りのやつとか、部屋撮りでもこんな感じでねあの話せるやつあるっていうのは、今ちょっと部屋でもねちょっと撮影ができない、まあちょっと家がもうぐっちゃぐっちゃってのもね、まあ多少ね撮ってるやつもあると思います、お前ぐちゃぐちゃやないかと思うかもしれませんけど、これ限りなくもうなんとかスペースを作ってるところであれだって、他のところも足の踏み場もない状態でございますんでね、今とりあえず袋麺があちこちに転がってるんでね、びっくりしますよ本当にっていう感じなんですけど、いやーというのもありましてね、あとねまあお料理話してますけど、今ねちょっと歯の治療中で歯が抜けちゃってる状態なんでね、ちょっとさすがにちょっと動画でねマスクなしでね肺予定ね部屋の中でもねちょっと、映すにはねちょっとね、気分を害するようなね、私の見た目になってますんでね、そこのところをね、ちょっと改善されるまではマスクを しないとなんですけど、マスクしながらだとねやっぱしねビデオカメラの音の拾いが悪くてね、これは聞き取れんわっていうね、ことなんでね、ちょっと試しに撮ってみたんですが、これはダメだって言ってね、1時間半ね喋った挙句にボツにするっていうね、無駄な時間を過ごしましたけどね、まあであれなんか調子悪いな、ちょっというのがあります。で、あとはほえで部屋取りで、まあ、こんな感じにラジオ感覚は音声でねやるようなやつ、で今やってるのがウィキペディアのね、記事を紹介するとね、ヤマペディアってやってますよね、あれも多分週5ペース、週4ペースになると思います。というか、基本的にあれで穴埋めをします。原則あれはもう今十何本撮ってあるんで、まあ多分3月いっぱいはまあ持つのかな、あ持たないか、週4やから週3で週、あそうですね、3週分ぐらいまでしか持たないから、あと1週分取らないといけないけど、うん、まあ、そういうようなやつで、とりあえず、あのね、ヤマペリアはね、完全に穴埋めです。ね、あったら、まあ、あれ、外れだと思っといてもらったらいいです。まあ、ちょっとね、前衛的すぎる企画でございますからね。ただ、まあ、ちょっと毎日更新するのに、とりあえずあれで量を埋めて、で、週2目標でね、とりあえず、いやとは入れて、で、なんかお前収録ぐらい、なんかヤマペディアになってね、なんかと思ったら、ちょっとすいません、収録する時間がなくて、ヤマペディアで埋めてると思ってください。で、ヤマペディアの方は多分、今はね、とりあえずしばらくはね、第2回、第3回とね、そのままの順番でいくと思うんですけど、途中から、あれ、順番抜けてね、あ、なんか順番ぐちゃぐちゃになってねっていうのが出てくると思います。っていうのは、予定では、とりあえずバーッとね、ヤマペディア埋めといて、で、一応週末は、そのスターステルの動画やるつもりなんですけど、あとね、4つ目ね、そう、スターステルと4つ目をこのところでやっていこうと思います。っていうのは、多分、ちょっと地元ね、密着型の、ね、ところを目指していこうということでね、うちのところもやっていこうということなんですけど、うん、いやいやいや、ちょっとね、これでね、誤算がございましてですね、いやー、ちょっとね、びっくりといえばびっくりなんですけどね、いや、あのね、なんていうのかな、どっから説明していこうかな、まあ、うちもね、ちょっと地域密着でやってこう、まあね、こんなコロナ禍というのもありますし、で、地元のね、ちょっと紹介してもいいよってね、お店ね、募集とかやってるわけですけど、まあまあまあ、ちょっと、まだ、募集とか来てない、本当にね、声かけてもらったら、ちょっと、今ね、話を最初、
立ち上げとった時の私夜勤だったんでね、昼間に動けるから最悪平日でも動けるやと思ってたんですけど、今ねちょっと本当に週末もね、で週末もちょっと休日出勤とかもやってますもんでね、なかなか予定が、うん、空いてない状態になってきつつあるんで、あれちょっと誤算だったんですけど、まあ、仕事終わってからね行けばね、行ければいいんですけどね、行けるところってなってくるとだいぶ限られてきますし、私の場合ちょっと突発でね残業ってなったら夜のね青天井は青天井なんで、いざ残業って なるとね、そうそうそう、基本的には定時上がれるからなんですけど、ただ予定は入れれないですよね、その夕方に。この日は何時でっていうのが、まあどうしても、ね、仕事でちょっと突発のトラブルが起こったよとかってなったらね、それで走ってっていうふうになりますから、まあね、こればっかりはね、そっちのどうしても本業優先ですからね、そこのところがあるんでね、なかなかアポ取りとかが非常に難しいっていうのはあるんですわね。っていうところとかの問題を抱えながらどうしようかなっていうことをやっとったらですね、思わぬところからですね、どうもね最近ね四日市をね取り上げてるね、YouTuber さんっていうのがね、まあ正直四日市とかこの辺りなんて誰もいねえだろうと思ってたわけですよね。だって四日市の動画って言ってもね、その他のねいろんな街ブラを撮ってる YouTuber さんが四日市のね商店街をね街ブラしてみた散歩動画みたいなやつとかね、あとは三和商店街は結構多いですよね、いわゆるもうバラック小屋のもうねだいぶまあボロボロのって言ってね、言ってしまえばまあもう閉鎖寸前のね感じのところになってるところなんで、なんであそこがね結構エモいっていうのでね、結構そういったのが好きな方が訪れる、あとコンビナート夜景とかね、そういうのを撮りに来る方とかおられるんですけど、地元の密着でそういう風な感じでやってるところっていうのは、まあ、四日市市のね広報マーケティング課さんがね、やってらっしゃるのとかはありますけど、民間でこんな YouTuber って言ってねやってる人なんてねそうそういないんじゃないかと思ったらね、まあ調べてみたらね、まあまあ何名かおられるわけですね。うちよりも登録者数が多い、数千人ね、おられる方とかもねまあまあ、いるわけでございます。まあ、あそっかそっか、いざね調べてみたら、いや結構地元でやってる方いるんだなと、いうこともね分かってきたわけでございますけどね。でまあね、一部のところとかね、なんか連携できればななんてね、まあ、連携っていうか、こっちは100人やからね、もう他のところとはね、皆さん数千人とかいるんですからね、おめえ何をね、偉そうにね、言ってるやんってなりますんでね、まあ全くもってその通りでございますんでね、こっそりとやってますけどね。で、ただね、そんな中でですね、ちょっとね、あこれはまずいぞというね、方が現れたわけですね。このチャンネルを見てらっしゃる方で、当たってる人いないかもしれませんけどね、鉄道系のね YouTuber さんでね、ザキさんって方いるんですよね。アルファベットで ZAKI でザキさんっていう方がいましてね、まあ鉄道系のやつで、私も結構鉄道系のやつね、まあ、スーツさんとかガメさんとかね、あなたりとか、見るわけですよ。で、見てたらですよ、最近はザキさんって方がね、結構鉄道系でね、いろいろと挙げられてるんですよね。でね、見てた時にね、どうも、最近私も知ったんだというか、サイオンジさんっていうね、有名な、鉄道系の YouTuber さんがおって、主に関西でね、活動される、京都から大阪、京阪神ね、あの辺りで、めっぽう強い、関西の鉄道系の YouTuber さんなんですけど、まあ、全国やってますけどね、関西は特に強いっていう方でね、その方とね、なんかちょっとコラボレーションしたりしてね、やってる方で、ザキさんって方がおって、ああこんな方がおるんやっつってね、と思ってね、でそれで最近チャンネルも登録してね見てたんですよ。でね、編集がめちゃくちゃうまいんですよね。ああ編集うまいなと思って、ちょっと参考にできるかな、いやちょっとここまで作り込もうと思ったら うちのちょっと片手までやってる感じやと全く思って、月1ペースぐらいでしかアップロードできなくなるなっていうぐらい、ちゃんとというか、その前にあれだけの編集ができるかって言ったら、私にできるかって言ったら怪しいですからね。結構ルビとかもね、テロップとかも入れ方もね、すっげえ細かいところまで、こだわってますしね。で、情報も結構、情報量も豊富ですからね。おー、すごいなと思ってたらですね。で、さっきはね、結構ね、四日市のアソナロー鉄道とか、
あ、それも出てるやつになってね、過去の動画をねこういろいろと見てたら、あとは末広橋の橋梁なんかもやってましたね。まあ、うちはその末広橋の橋梁の近くを撮ってますけど、なんでもお前は末広橋の橋梁撮らんのやって、だって末広橋の橋梁は皆さん撮られるじゃないですかね。そうするとすったらね、まあ私も地元で千歳町って言ってね、あの辺り千歳町って言うんですか、あの辺りに実は郵便配達ね、郵便というか、まあ私の場合にも、ああいう郵便も配ってたな、あの辺りは、うん、配ってたんです、末広とかあの辺りは、まあ結構まあ一般の方よりは詳しいと思います、というかまあ一般の方よりと、まあというか基本的には全件覚えてますからね、ああこの会社さんここにあってね、ここの担当者さんの名前はぐらいね全部覚えてますからね、それ詳しい方なんですけど、でだからね、そうするとね、末広橋の橋梁を取ろうと思うと、その踏切が閉まったりする兼ね合いでね、絶対こっちの方が取れないよねっていうところがあるんですね。そういうところちょっとね取ったりしたのがありますんでね、あれもあれでまた再編集とかしたいなとは思いますけどね、時間とか忘れてね適当に行ったらね、うまいことねちょうど貨物の入れ替えの時間やったら、あ、そうや、この時間やったわって、よかったよかったってね、あったんですけど、あれ配ってた時は全部覚えてたんですけど、覚えておかないと、あそこの踏切で捕まると10分とか15分とか平気でロスするんで、そうするとね致命傷ですからね、あれ基本的には郵便配達5分失ったらもうダメですからね、ロス時間としてはね、そういうような感じで組んでますんで、まあ人によるかもしれませんけど、うちの配達区の場合は逆算したらね、変な話5分に1個1件、ね、回るペースやと遅延になるっていう、単純検査でねやったんでね、そうすると、まあ、4分半とかね、4分とかのタクトで配っていくっていうこと形になりますから、そうするとね、まあ、これ訪問してね、声をかけてが4分じゃなくて、で訪問して声をかけてね、それで、商品渡して印鑑もらって、車に戻って、次の配達先を確認して、それで次の配達先に行って、まあ配達を確認とか、まあそれも基本的にはもう全部空で覚えてないけど、見てたらもう間に合いませんからね。でそこからね、安全運転でね、次の配達先まで行って、それで着いて荷物を下ろしてって、この一連の動作を全部含めて1件5分ですから、5分で間に合わないということなんで、そう、まあ、そのあたりはまたちょっと YouTube のね、4人配達でもねやろうと思いますけどね、まあ、YouTube もね郵便の方のね、動画の方もね、まあ、結構郵便系 YouTuber さんっていう方もね何名かねいらっしゃって、マロンさんとかがね収益が達成してね、結構大きいところになってますよ、2000人ぐらいいるかなとかありますけど、まあうちのところもね、まあ、ただね、基本的にはだいたい郵便のやつあげられてる方2輪の方が多いんで、まあ、私の場合4輪でねやってましたんで、まあね余談になっちゃいますけど、まあ初配給ねちょっと変わったところでやってましたからね、4輪なんですけど郵便も触ってましたから、ですから大区分とかもやってましたよ、通ってね順立てとかね、一応やったりもしてましたからね、ちょっと規模が規模だったんでね、順立てっていう規模の感じじゃないですけど、どっちかというとメールセンターにどんどん持ってくんでね、大区分のやつをそのまままとめて、はいどうぞってメールセンターに、はいどうぞって感じなんですけどね、郵便の方のイメージは。まあまあまあ、ね、荷物も配ったりとかもね、やりましたからね。まあそれなりに結構特殊な区分をね、いっぱい配りました。まあ多分コンビナートの中を配るっていうのはなかなかいませんでしたからね。あと商店街の方とかも配ってましたしね。そうそうそう。だから意外とあの辺りは詳しいのは詳しいですよ。っていうことでね。そうそうやってこということなんですけどね、まあ、とりあえず毎日更新をやってきますよということで、まあね、YouTube の動画もね、もうちょっとね、編集とかできたらね、ちょっとね、資料作りが間に合ってなくてね、他にね、ちょっと、スタステル用のその、袋麺のね、調査のね、やつとかでね、まあ今ちょっと結局何種種類買ったんだ、これ。ね、で、さらにちょっと味噌とかも、これ味噌出したらどうなんだろうとかっていうね、わけのわからない好奇心がね、芽生えてきましてですね、甘くさいですね、何してね、ご不食にでね、198円とかのやつでやってますからね、これね、お財布にも優しいんですよ。ということでね、
般ポチポチとね、データを集めておったらね、データの集計だけでね、この前、6時間ぐらいね、まとめてね、ガーッとね、データ入力とかやってましたからね、すさまじいデータ量になってましてね、テキストの打ち込みだけでね、100メガぐらいいってましたからね。いや、まあまあいいですよ。まあまあいい量ですよ。うん。すごいですよ。頑張りました。我ながら。自分で言うのもなんですけどね。いうことで、なってますけど、まあ、なんでそこまでやるのかって言ったらですね、まあ、ね、言いましたけど、まあ、忙しくはさせてもらっておるんですけどね、言うてフルタイムで働いてますからね。なんですけどね。で、まあ、言うて、ね、休日出勤とかもね、ポチポチ入ってますから。まあまあ、ありがたい話で、それにね、いただいているわけでございますけどね、ここに来てね、いろいろと問題が起こってきましてですね、まあね、大人の治療というか、まあ、言うてもね、歯の治療代とかね、いや、もうそうなんですけど、これ、本格的にちょっと義歯を入れたりしてね、やることになってくるわけでございますわ。でね、それのね、費用とかね、あとね、あれです。ちょっと保険もね、自動車保険が、まあ、年末にちょっとね、事故あったじゃないですか、その兼ね合いとかでね、まあ、ギリギリ更新のところだったんですよね、ギリギリにそれで、更新に当たっちゃいましてですね、結果的にちょっとポンとね、保険料が上がるという形になりましてね、延べいろいろ合わせますとですね、他にもちょっといろいろちょっと手違いとかいろいろあったりした兼ね合いでですね、うん、とりあえずね、12万円ね、作らないといけなくなったんですよね。おっと。うん、残高とね、いろいろと合わせてね、予定と合わせてたらね、12万ショートしてるんですよね。おっとっていうことですね。とりあえずね、6万の振り込みがもうすぐやってくる。これはね、なんとかね、クリアできるさ。これは大丈夫だったんですけどね。あとね、6万ね。6万で、そう、6万で、あとの、6万のうちの3万はもう、もともと4万を取ってあったからいいや。で、2万で、で、これで、12万か、そこからプラスで、10万か。10万をね、なんとかね、捻出しないといけないという状況なんですよね。いやー、どうしようかなーっていうんでね。まあ、とりあえずね、歯の治療をね、とりあえず、どっちにしようね、夜勤やっとった時に、そのまんま平日の昼間にね、歯の治療をやっとって、まあ、集中的にやらないといけないところをまとめてやってたんで、それは良かったんですけど、そこからちょっと昼の、ね、仕事、夜勤がなくなったんで、昼の仕事に戻ったんでね、まあ、結果的に手取りがポンと減りますし、それも痛手なんですけど、どっちにしろその歯の治療をするのに治療代がいるんですけど、歯の治療に行けないんですよね。で、言いましたけど、これ予約がね、取るのがどうなんでしょう。他の歯医者さんってどうなのかわからないんですけど、なんかね、他の人に聞くと、歯医者なんて行ったらその場で、ね、スパッとできるやんとか言うんですけど、うちの場合、基本的に2週間ぐらい先にね、予約を入れておかないと、2週もう全部予約で埋まっちゃうんですよね、人気の歯医者さんで。なもんで、おっと、ちょっとね、予定がね、変わってきておりましてですね。そう、だから今日は早く終われたから、歯医者に行こうというのはできないですよね。その日に行ってもできるわけじゃないもんで、うん。そうすると2週間後って言われるんですけど、それ、ね、2週間後にね、緊急の仕事が入るかどうかが分かりませんからね。うん、まあまあ、もともとそういう仕事やっとったんでね、あれなんですけど、うん。まだだいぶ読める方ですからね、接客業なんていうのはね、本当に24時間365日に常に働ける状態というか、休日の概念全然違いますもんね。これは本当にね、接客業をやってた時の休日って、基本的に売上報告は絶対ありますし、責任者やったら。ね、だから変な話、責任者雇った時なんて、まあ、よっぽどでないと店に寄らない日なかったですからね、うん、休日って言ったって休日だからって報告書がないわけじゃないですし、一昔前だったら休日に会議をやるのでこの日は休日にしておいてくださいって堂々と来てた会社もありましたからね。そう、経営会議っていうのはとかそういうねやとかね、面白い言葉がありましたからね、労働外作業というね、言葉がありましたからね、
ね、それ労働外作業と呼んでましたね。要は直接利益お金を生み出す作業でない業務やつは業務ではなく作業である。作業に給料をもらおうとするのは悪いことであるっていうね、すごいところがあってね、いやいやいやと思いながらね、まあしれっとやめてきましたけど私もあすげえところあるなと思いながらね、そういうところなんかもありましたね、だからみんな当たり前だったんですよね。会議やからね、この日は休日設定ってね、だってね、お店に入ってね、その利益を生み出す作業をするわけじゃないやから、それでなんで給料が出るの、その日は休み決まってんじゃんって、で他の日働けってね、それで高級を消化しなさいっていうね、ところとかもねありましたよね。そうだから同じ例えば週休2日制ってな、完全週休2日制ってなっとったとしても全然ね休みの質とか全然違うっていうねところとかはね、これはね改めて他の業種に行ったらね、まあ郵便局はね意外とね休みの日にはね連絡出勤、することはまあ年賀とか以外ではなかったですよね。あとゲフン年賀でもねないですよ。年賀もね、全てねおかみが作ったね素敵なねシステムとね販売方針がねございますから、そのね、年賀状をね売るためにねそんな休みの日にね売り払う、あれはねちょっと散歩しててだけですからね。そうしたらちょっとたまたま知り合いの人がたまたまちょっと年賀状の話があったもんで、たまたまちょっと年賀状をねはいよってね、ちょっと知り合いにね、ちょっと揺すったりしとっただけでございますよ。どんなね、休みの日にねそんな年賀状のね販売のためにね、回ってましたよなんてことはないです。そもそもね、まあ大体の場合はねあれですからね、まあそのままね、そもそもの知り合いがたまたま金券ショップっていうね、ケースの場合の方がねほとんどってゲフン、昔の話ですから今はもうないらしいですからね、なんか毎年言ってる気がしますけど、やばいこれ以上はね、まあ大丈夫でしょ、ここまで聞いてる人なんて誰もいないでしょ。結局どれぐらい喋ってんだ今、32分、まあ大体ね5分くらいで皆さん切ってますから、うちのラジオなんてこんなところでね、そんな黒い話なんてしてるなんて誰も気づいてません。大丈夫ということでね、もうちょっと黒い話でもしてきますか、せっかくやからね、ディープな話でも、ね、あとはね、そうなもんでね、そう時にしろね、いろいろとねやらないといけないってことでね、これはねある程度ねここのチャンネルの収益化っていうのもね、やはり考えていかないといけないわけでございますよね。そのためにね、ちょっといろいろとね、ちょっとシステム作りとかもやってるわけでございます。ブロガーとかね、そのあたりのシステム使ったりとかもね、やってます。で、あっちでちょっと日記とかで、今、Facebook とかで、ね、あっちとバラバラに分かれてますんでね、もうあそこでまとめて更新しようかなと思ってます。意外と Android の、ブロガーの、やつから、簡単に更新できますんでね、ブログが。やっぱさすが Google やなっていうところで連携がいいんで、YouTube との連携もいいんですわ。なんか兼ね合いもありますんでね、やっていこうと思いますし。あとね、Twitter の方はね、RSS のね、配信がね、できるようなね、システム、やっとこさね、構築できまして、やり方わからなくてね、どうやってやるのかなとわからんまま試行錯誤をずっと半年ぐらいやってたんですけどね、やっとね、あ、これでできるかなっていうのがね、わかりましたんで、一応ね、これでね、定期的に YouTube の、更新情報が、入るはずです。と、いうことでね、そちらの方もね、こうご期待をいただければと思います。っていう感じかな、っていうことですね。あとは花粉どうにかしてほしいなっていうのと、あとね、一応100人超えましたしね、ライブ放送もやりたいなっていうのがあるわけでございますね。っていうのも、これ、やっとこさね、パソコン迎えてね、通信環境も整えたんで、一応生放送ができる通信環境までは持ってきました。で、ハードウェアの環境も持ってきたんですわ。で、一応カメラもあるんで、スクリーンレコーダーとかあのあたりのソフトはもともと入ってますから、キャプチャ画面でね、やってるのあるじゃないですか。あのソフトでカメラに切り替えるだけで、ライブ放送には持っていけるんですけど、問題はね、マイクだけがね、どうにもダメでね、音がもうバリバリに割れちゃうんで、これをね、どうしようか。ちょっとマイクはね、ちゃんと買い替えないといけないのかなというところがありましてね。
ヘッドセットみたいなやつやるかな、どうしようかなと思ってますけど、うん、昔のニコ生みたいな感じでね、そう、もともとね、あのニコ生もちょっとやってみたことがあるんですよね。まあ、あの大失敗しましたけど、あのいまいちシステムをよく分かってなくてですね、あの完全にあのキモーターとか、まあキモーターなのはまあもともとキモーターですからね、仕方ないんですけど、まあ、ただ最近ね、オタク業をやってるかって言ったら怪しいですけどね。まあまあね、同人とか読んでますしね、うん、ただちょっとゲームは全然できてませんしね、アニメも、あ、まあもともとアニメみたいですからね、あれですしね、っていうところもありますけど、さあ、そういうことで、そう、タイトルはね、生捨てって言ってやってたんですよね。あの、捨てラジの、ね、この捨てラジの生放送版っていうことで、生捨てっていうことでね、挨拶も生捨てって言ってやってたりしたことがあるんですけどね。まあ、せっかくなんでね、まあ、100人超えましたし、どこかのタイミングでやりたいなとかあるんですけどね、いかんせんね、12万円さ、のうちね、さ、あと10万円どうしよう、頑張るぞってね、言ってるところでね、マイクを、ね、高級なね、おマイクを買うね、ことなんかね、できるわけもなくね、さあ、どうしようかな、まあ、ちょっとね、手軽な値段でね、あればいいですし、既存のマイクでね、いや、ちょっと接続方法とか変えればね、あの音質良くなったりする方法があるんであればね、ちょっとそれで試してね、まあまあ一応そっちの方針で、試してますけどね、ちょっとコードとかもね、変えるだけでもいいのかなっていうところとかね、ちょっとね、あとは、まあ、ソフト面とか、そっちの方とかで、ね、できることないかなということでね。あ、そう、あの、ちなみにキャプチャーで撮ってるやつは、音声はこれ、スマホの方とかって音を入れてるんですよ。そう。で、IC レコーダーがね、あかんかったんよね。これはね、ちょっとね、想定外だったんだな。音質がね、思った以上に悪くてね。どこのメーカーとかは言いませんけどね、もうちょっとね、一応日本のね、メーカーのやつやし、これやったら大丈夫やろうと思ったんですけどね、そもそもね、USB のね、コネクタタイプがね、タイプ A ですらないんですよ。ミニ USB なんですよね。このご時世にミニ USB って思いましたけどね、そんなって、中国のメーカーはもう今、タイプ C、ほとんどタイプ C とか、悪くてもタイプ A ですよね、A タイプの。いわゆる、あの、高アンペアに対応してないけどっていうね、基本的な接続ができるような、ね、やつですけど、ミニ USB って、ね、骨董品今更持ってきたのってね、正直ね、蓋開けて、コネクタを見た瞬間にしばらく唖然としましたからね、と思いましたけどね、これで、ね、音質が良ければよかったんですけどね、正直ね、すごくね、ノイズが拾うんですわ。でね、ちょっといろいろ工夫もしてみたんですけど、ぶっちゃけスマホで撮った方が全然音質がいい。これはね、ちょっとね、本当に、あれっていう感じだったんでね。まあ、そのあたりも含めてね、まあ、マイク自体は外付けのマイクもね、そう、外付けのマイクも使ってもね、ノイズが広かったんでね、どうしようかなってところでね。で、そのマイクもね、ちょっとうまいことね、パソコンの本体からね、引っ張れないし、どうやってね、マイクのやつをやろうかなっていうのをね、まあ一応3月中めどにね、一回生放送、まあテスト放送みたいな形でやってね、4月からはね、ちょっと放送できるようにね、定期的にちょっと生放送なんかもね、やってきたらなと思います。まあニュースとかをサブチャンネルの方でね、やるかもしれませんけどね、時事ネタとかね、そういうのをわーっと喋るようなね、感じでやるかもしれませんし、まあいろいろとね、やりたいなと思います。そのためにもね、あの編集にね、今ね、あの、そう、時間がね、アップアップで取れてるっていうのがありますんでね、まあそれに加えてね、ちょっと私がね、ちょっとね、これ本当にちょっと申し訳ないのが、あの、リアルなね、あの友人にね、の方々にちょっと申し訳ないなと思ってるのが、最近ね、すっげえ早く寝落ちするんですよ、私。なんかね、夜の8時とかで、ね、もうね、全然寝落ちしてしまってね、あ、もうね、全然ね、着信とかになってもね、起きれないですよね、びっくり。うん。だいたい、それでね、この朝の4時、5時ぐらいにね、ポンと目が覚めてね、見てみるとね、着信がわーっと入っとってね、あー、ごめん、ごめんって、だからね、朝の4時から連絡するわけにもいきませんしね、難しいところなんですよね。ね、昼間もね、連絡できないんでね。
これがね、そうそうそう、まあちょっと今ねドタバタしてますからね、ちょっとなかなか電話連絡、かける、昼休憩の間もちょっとねわた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 しながらね、よし休憩終わったぞ、まあ待ち行くぞみたいな感じなんでね、どうしたもんかな。あとね、うちの今ね休憩取ってる場所がね、携帯電話の電波がね入らないですよね。ほんと入らなくて、音声通話に支障が出るぐらい入らないもんでね、あれねちょっと予定外だったんですけどね、ねどうもね電波のちょうどね空白地帯になってるみたいでね、まあどうしてもね山奥のね、ところでそれ、そういうところも出てきてしまいますんでね、どうしたもんかなというところもありますんでね、まあちょっとね、ちょっとあたりもね、ちょっとまたうまくタイミング合わせてね、連絡取ったりとかしてね、やらないとなということも思いつつ、まあ生放送の準備がね、今、喫緊の課題ですかね、あとは、その予定ね、まあとりあえずね、あとその、お店のね、紹介とかね、そういうようなね、案件みたいな感じで、ね、入りましたね。それはね、優先してやります。で、その兼ね合いで、変な話も、ずかーっととりあえず、ヤマペリアとかね、いわゆる、音声放送でね、対応するやつでずらーっと埋めといてね、で、まあ一応週1、水曜日メドでこいつ入れて、このステラジ入れて、週末は、まあ動画を配信できるような形で、ね、やっていけば多分、更新も、無駄にできて、で、生放送とかやる余裕とか編集時間でね、今もう、本当にやつだけやってると、本当に、編集しながら寝落ちっていう状態ですんでね、正直、で起きて、作って、また寝落ちして、あ、シュッといってって感じになっちゃいますんでね、これはね、ちょっと、さすがに、これだとちょっと継続が難しいなというところで、まあ、料理ね、毎日更新と、まあ、ある程度品質の高いものも、まあ、うちのチャンネルなりにね、品質、それなりのものをね、最低限ね、文化的なものはね、出していかないとなというところもありますんで、そこはね、まあ一応週2から週3をめどに、出していけたらいいかなと思ってますのでね、よろしければね、今後もね、当チャンネルね、お付き合いいただければと思います。まあこんなラジオやってますしね、一応ね、お便りとかはどうしようかなと思ったんですけど、まあメールアドレス専用に作るのもね、もうね、よりもね、今でしたら、まあツイッターのアカウントで、ね、やったりとかね、あともうここのコメント欄でいいじゃねえかっていうね、気がしてきてますんで、で、でもね、コメント書くのもないと思ったら、まあでも、で、YouTube 見れる環境やったら基本的にコメントも書き込みができますからね、別に英語で書き込んでもらってもいいですしね、何でもね、してもらったら大丈夫なんでね、そうそうそう、そう、というふうに思ってるのは、まあ、とりあえずね、ここのコメント欄とかでね、書き込んでもらったりとかも全部チェックしてますんでね、それでね、まあお便り投稿を兼ねたりとかね、今後はね、ちょっとコーナーなんかも作ったりしてね、昔やってたコーナーね、協会委員会とかね、いろいろとね、あのあたりのね、あれ違う、あれはどうやっとったんやったっけ、やってましたよね、確か第1回の放送の時にパイロット版みたいな形で、第2回のあれでやったのか、1.5 回でやったのかな、ちょっと覚えてないですか。あとね、いろいろとちょっとね、データの復旧とかでね、わたわたしとったらね、昔のデータがちょっと出てきましたよ、ただね、未編集のね、原音のデータがね、ちょっと出てきたんですわ。ですんでね、そこはね、ちょっと、うまいこと加工してね、できたら、放送できたらなと思いますんでね、ステラジの幻の大会でね、そのあたりもね、まあ、ちょっと優先度落ちますんで、後々にはなると思いますけど、まあ、流したところで、ほんとどうでもいい内容だと、買ったと思いますんで、12年以上前ですかね、2008年とかに撮ったやつですかね、まあ、そんでぐらいかな、とりあえず話さないといけないことは、あとは何、雑談でもしようかな。いや、これ、今までも十分雑談な気もしますけど。まあまあ、でもダメだ、もう、そろそろ朝の準備始めないと記念時間なんだ。そうかそうか。じゃあね、とりあえずね、これぐらいで、第4回放送はね、ちょっと締めさせていただいて、で、まあ、
YouTube でのね、そのコメント欄ね、コメントとかで、ね、感想ね、YouTube でも募集しますし、Twitter の場合はね、ハッシュタグつけて、ハッシュタグ捨てラジって言って、この間でね、カタカナで捨て、で、ひらがなでラジで、捨てラジ、ハッシュタグつけてもらったやつは、こちらでちょっと確認できるようにね、またしてきますんでね、それはね、ぜひ、お気軽に、つぶやいていただければと思います。もしくは、うちのね、アットマーク山城 YAMARYOH というツイッターのね、アカウント、公式アカウントございますので、そちらの方にね、また DM なりね、あとツイートとかね、いただければね、それでもね、確認できますんでね、よかったらね、またね、そちらの方でいろいろね、情報いただけるのがもううちのところの財産になりますのでね、ぜひね、よろしくお願いいたします。ということで、ね、まあとりあえずこのラジオね、第4回これくらいで締めさせていただきたいと思います。またね、次回もよろしくお願いいたします。それではご視聴どうもありがとうございました。